んにちは、いいものレーダーチャンネルのカズサムです。今回はですね、ギラティナをね狙っていきたいと思います。こちらね初ですので、非常に楽しみです。どこで遊ぶ？バトルしてゲット。はい、ギラティナコースを選んでね。ダブルラッシュですからね。ギラティナダブルラッシュコース。ポケーネがね5000超えてますね。5000いくつになってましたね。道具と交換できるぞ。ガオレメダル。さあやった。お、早技、まあまあいいですね。まあまあこの後のバトルでいい方ですね。攻撃ゲージが速くなるぞ。さあ最初に来るのはピカチュウ。おお、ミジュマル。野生のポケモンだ。ほう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 、ミジュマル。さあ、君のポケモンを出そう。ガボタンで決定。コンボボーナス。さあ、攻撃の回転率はですね、早いですからね。気合をね、貯めていきたいと思います。ガオレパスボーナス、さらにスペシャル防御ボーナス、さらにさらに防御ボーナス、気合アップ、さらに気合グーンとアップ、そして技の速さアップ。バトルスタート。ギラティナさんにね出てもらわないといけないですからね。攻撃ルーレット、赤い数字を狙い、攻撃アップ。ガンガンいきます。相手の攻撃防御ルーレット、黄色いマークを狙え。来るぞ。しまった。おー、危ない危ない危ない。味方の攻撃攻撃ルーレット、赤い数字を攻撃チャンスはないので、ご主人の20丸をゲットね。まあグレード1、星1をねゲットしておけばもう安心ですからね。呼び出そう。ディスクゲットボーナス。気合を込めて、お叫び
と一回攻撃ねしておけばね。さあギラティナさん、オリジンお願いします。 OK 来た。ミジマル100円を入れるとバトルを続けられるよ。2回目のバトル連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。 HP 回復バトルスタート。ボールレバーで応援するときはボタンを押します。味方の攻撃、攻撃ルーレット赤い数字を狙って攻撃を狙う。 600% を超えました。ボールレバーで応援するときはボタンを押します。味方の攻撃、攻撃ルーレット赤い数字を狙え。攻撃でしょうか。波動だ、波動だ。おー、ガオリディスをセット。ボタンで決定、ボタンで決定。ポケモンできました。黄色いマーク。お。人気の竹の皮が剥がれた。ボールレバーで応援するときはボタンを押します。逃げ味方の攻撃。ポケモンが何かマスターボールが懐かしいな。おたけびを上げてポケモンを呼び出そう。お見事、セットキレル。もう一回、もう一回。ポケモンが完
完全に裏面出てるじゃないですか。連続バトルボーナス1枚多く使えるようになったぞ。HP 回復、バトルスタート。ボールレバーで応援するポケモンをボタンを押しまく。相手より先に攻撃だ。味方の攻撃、Z 技チャンス。ポケモン Z パワーにマルチスキャナーの上にポケモン Z パワーに。画面に合わせて全力ポーズを決めて Z パワーを。
きました。すごい、ハイスコア更新だ。君が手に入れたのはこれだ。最後ニャビーいただきました。カオリメダルをもらったぞ。いやー、対策できてね、逆にやられるというね。まあこれがガオリですね、これがガオリ。はい、ということでなかなかね面白い結果でした。それでは See you next week。